つながり損するっていう、これはねもう真理だと思います。どうも源健太郎です。先週末のね、僕が金曜日にやってる生配信の源健太郎っていう一応番組名というかそういう時間があるんですけど、まあその配信の中でこう見てくれてる方とコメントやったりする中でちょっと出てきた話題なんですけど、まあ、よくアイドルでさ、まあ、つながり解雇みたいな、まあ、ファンの方とこう、まあ、お友達になってこうクビになるみたいなよくありますけど、まあ、そういうことに関して話してたら、つながりで自分の推しが解雇するの嫌だと、でも自分がつながることは別に嫌じゃない、このもどかしさ矛盾みたいな、なんかそういったのをこう書いてる人がいたんですけど、で僕それを見た時ちょっと僕が思った話なんですけど、基本的にまあだからファンの方とお友達になるみたいなのって禁止されてるんですね、どこの事務所も。で大抵のアイドルやってる人たちはね、やっぱりそれをこう破ろうだと思わないとか、人ってまあ倫理観でね、こう何でも物事判断しますけど、やっぱりルールって破りたくないじゃないですか。当然破ることで、まあそれがね、まあ、犯罪行為みたいなものだと当然罰を受けるし、ね、それが嫌だってあるけど、そういうものじゃなくても、こうやっぱり倫理観の中でこういうことはしたくないとかやらない方がいいっていうね、罰を受けるようなことじゃないけど、だから人から多少信頼を失うとかね、人から見た自分の印象が悪くなるとかね、うん、そういうものをこうやっぱり嫌だからそれ、ね、あのしないっていうのもあるし、まあ、そもそも、まあ、そのルールがあるからやらないよりもする必要がないからしないとかっていろんな、まあね、こうさじ加減がそれぞれあると思うんですけど、僕がね、まあ、こういろんな人を見てきたりこういう仕事をしている中で一個思うのは、そういうね、まあ、ルール違反をする倫理観の人って基本的にろくでもないやつなんですよね、まあ、単純に。だから例えばファンの方が、まあ、自分が応援してるアイドルだったら、こうただそのアイドルとお友達になれたら嬉しいなとかって思うかもしれないけど、いざねそのアイドルがルール違反を犯してあなたと友達になったら、そいつがろくでもないやつだって多分分かりますよ。もうね、そういうね思考回路、ものの考え方はまあ本当頭おかしいやつなんで、結局つながり損するっていう、これはねもう真理だと思います。だからね、まあその人の倫理観だから、結局そういう僕はねよく、まあ、こう動画でもたまに言うけど、嘘つきは泥棒の始まりというか、まあ、ちょっとしたそういう過ちがどんどんね、こうじゃあここまでいいんじゃないか、もうちょっと大丈夫なの、まだバレないんじゃないとか、例えばそうやってまあこう犯罪行為とかってエスカレートしていくと思うんですけど、そういうルールを破るっていうことを、例えばどんなルールでもですけどね、そういったことをまあいいやと思う人、バレなきゃいいやとか、まあ、変なバレてもいいやとか、そういうなんか判断をする倫理観で、まあ、生きてしまってる人は、例えばつながりじゃなくてもこの事務所と一緒に仕事をする上で、ね、当然、まあ、問題のあるものの考え方だし、何事においてもただそういう自分の友達だったり家族だったり、そういう人たちに対しても絶対に嘘をついたりとか、約束を破らないとか、迷惑かけるような行為をしてしまう人なんですよね。もうそれはその人の倫理観がもうそうだから、だってだほとんどの人が区割り区分というか、もうほとんどの人たちがやらないようなことをやる人なんですよ。それはもう 0.1% の天才か頭おかしい人なんですよね。で天才だったら多分そういう素質性質のある人でもおそらく人気アイドルになってる、絶対に。なんでつながりをしてなおかつ人気アイドルじゃない人は、得てしてもう片方の 0.1% の頭がおかしいやつです。なので、つながるとつながり損します。もしかしたらあなたの人生それによって悪い方に狂ってしまうかもしれないから、アイドルとつながることはしない方がいいんじゃないかなというふうに僕は思います。だからアイドルがつながっちゃいけないとか、そういうルールがこの世界にはまああるような感じにはなってますけど、まあうちの所属大臣とも、でも厳密になんかそれがダメですみたいななんか感じの指導を僕はしてないですけどね、本当に。まあ僕なんかもね、ファンの人たちとのコミュニケーションね、こういい距離感で、なんか別にね、なんかそこまで壁もないし、かといって友達かというと違うような感じでね、こう付き合いますけど、まあ所属タレントもそうやってなんかいい距離感でファンの人たちと一緒にコミュニケーションを取ってね、仲間になっているような感じの、まあ僕ら事務所だから、だからあえてね、まあそうやって禁止だとも言ってないけど、別にだからといってじゃあ、ね、そういう
自分たちが損するようなこと、悪い印象になるようなことは、まあ、だからまあやらないんですし、まともな人は、だそういうことはしないと思うので、アイドルの側がまあダメだということよりも、ファンの人側もね、つながるとかなり損しますよということを僕は言いたいです。だから、まあ、どっちかというと、ファンの人たちにアイドルとのつながりはおすすめできませんというような感じで僕は基本的には思ってますかね。僕が今まで見てきた人の中でもそういう要素のある、やっぱりこうルールを守らないような性質のある若い女の子っていうのは、この前も動画で言いましたけど、かなりのやばい嘘つきであることがありますんで、その嘘をね、嘘は本当にやばい嘘これもこれね、ほんとじゃあ何なのって思ってるかもしれないですけど、本当にそれこそグレーじゃなくてブラックのような、ね、私生活があったりね、とか、まあいろんなヤバい人も世の中にいるのも事実ですから、見る目をね養っていくのも大事だと思います。うちの所属タレントは特に何事も問題なく、まあ嘘はあんまつかない子たちなんでね、楽しくみんなで仕事をしていますよ。なので引き続き応援よろしくお願いします。というわけで、今日の動画はここまでです。最後まで見ていただいてありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録お願いします。